できないですよ僕は。なんで一方的にこっちが謝んなきゃいけないんですか。ちょもう声でかいよ、さっきからもう酔ったのかよ。酔ってないですよ、怒ってるんですよ。いくらこっちの納品ミスっつってもね、向こうだって書類に目を通して数字確認してハンコまで押してるんですよ。お互い様でしょ。もういいだろう、落ち着けと山本。角田さんは黙ってくださいよ、この件に関しては関係ないんですから。僕はね、飯塚さんには失望しましたからね。何が？どうしてあそこで土下座までしなきゃいけなかったんですか。あれで丸く収まっただろう。あんなことまでして収める必要があったんですか。先輩にこんなこと言いたくないですけどね、正直カッコ悪かったっすよ。カッコ悪いのはお前だよ角田。いい加減にしろよ。相手は大事な取引先なんだろ、こっちが謝るしかねえだろ。だからって土下座までする必要ないじゃないですか。飯塚は会社を守ったんだよ、なんでそれが分かんねえんだよ。もういい角田、座れ。よくねえだろ。おいいか、それ誰だって土下座なんかしたくねえよ、嫌に決まってるよ。でもな、会社のためにやんなきゃいけない時だってあるんだよ。納品ミスの経験ぐらい俺にもある。その時俺だって土下座したよ。請求書の金額を間違えた時も土下座した。大事な書類をなくしてしまった時も土下座した。パソコンのデータを間違えて消去してしまった時も土下座したよ。接待中酒に酔って相手に失礼を働いてしまった時も土下座したさ。会社の車で営業中コンビニ寄ってる間に車ごと盗まれてしまった時も土下座した。取引先の会社で非常ベルを押してしまった時も必死になって土下座した。俺たちはそうやって生きてきたんだよ。ナイスが一緒にしないで。いや単純に仕事できねえだけじゃんお前。何言い出してんだよ。いやマジで多いミスが。いや今そこじゃないから。いやそこ気になるわ。なんかさも同じみたいな言い方してたけど今。いやそうでしょ。いや違うでしょ。取引先の非常ベル押したことねえわ。ねえわそれは。今ミスの中身関係ないから。にしてもひどいんだって。お前車降りるときはキー抜かなきゃ絶対ダメ。いや、まあ、盗まれちゃう。てかお前何盗まれてんの。いや絶対ダメじゃん。もういいっすよ、土下座する人ばっかだな。いやちょっと待ってちょっと待って、俺とこいつ一緒にするのやめて。全然違うから。似たようなもんですよ。は？みっともない。おいみっともないってなんだよ。お前には分かんねえんだよ俺たちの土下座の意味が。いやちょっと待って俺たちで聞くのやめて。全然違うから。いや一緒でしょ。一緒じゃねえだろ。いや土下座仲間だろ。土下座仲間ってなんだよ。その発言がもうだいぶおかしいからね。何土下座仲間って、なんか休みの日集まって土下座してるみたいな。やだ俺そんな。そういうことそんなやだ。そういうこと言ってんじゃなくて、俺が言ってんのはほら、俺とお前は土下座ができる側の人間だろ。お前はしすぎだけどな。いやもう来てお前はしすぎてって来てって、うん、でも豊本は土下座ができない人間なの、うん、だからまず余計なプライドなくせっつってんの。お前はまずミスをなくせ。うまいこと言ってんじゃねえ。うまいと思ってんじゃねえ。もう土下友で何揉めてんですか。土下座友達略してんじゃねえよ。そもそも土下座友達ってなんだよ。土下座仲間だから。いやどっちでもないから。ていうか俺の土下座とお前のその安い土下座一緒にすんのやめて。安いってどういうことだよ。いやマジで安いだろお前、過去通算何回してきてんだよ。回数関係ねえだろ。あるだろ。なんで俺が悪いのか。お前が悪い。あそうか分かった。お前が悪い。はいどうもすいませんでした。安いじゃん。めちゃめちゃ安いじゃんよ。なんて綺麗なフォームなんだ。もうやめましょうよ、店内騒然としてるじゃないですか。もうみんな見てっからやめろってお前。皆様本当にどうもすいませんでした。やめろってな。あこちら皆さんどうもすいませんでした。カーテンコールみたいになってるからな。あ最後のなんだよ。マジでみっともないよ。おいみっともないってなんだよ。いやこれはみっともないよ。